ガザ政府はパレスチナ自治区ガザ地区を実行支配しているイスラーム主義組織ハマース単独の政府である。2007年のガザの戦闘でファタハを駆逐してガザ地区の統治権を確立したハマースがパレスチナ自治政府のマフムード・アッパース大統領によるイスマイル・ハニーヤ内閣解散の命令を拒否してガザ地区で引き続き内閣を組織した。これにより パレスチナには2つの政府が存在することとなり、ヨルダン川西岸とガザに事実上分断した状態となった。2012年9月、内閣改造が行われた。2012年10月23日、カタールのハマドビン・ハリー・ファール・サーニー首長が、2007年にハマースがガザを制圧して、以来外国原首として初めて、ガザ地区を訪問し、ハニーや首相などと会談。 ハマド市長はインフラ整備のための支援を表明した。2013年1月にはマレーシアの首相ナジブラザクがガザ地区を訪問した。2013年5月、著名ウラマーのユースフ・ワルカラダ率いる14カ国50人からなる施設団がガザを訪問した。しかし2014年6月2日に暫定統一政府が発足し、首相には西岸側のラーミー・ハムダラーが就任した。 これにより、西岸政府との分裂状態が解消された。2017年10月12日には、エジプト仲介の下、ファタハとの統一政権樹立で合意した。ありがとうございます。